ヤッホー、阿部かや子です。さあ今回の動画はザラの購入品を紹介していきたいと思います。何着か可愛いものを買ったので見てください。まず1着目、こちらのニットです。今回ちょっとポッシャブルなパンツと合わせてみました。私デニム大好きなので、もうすぐクリスマスだし、ちょっと例えばお家でクリスマスパーティーとかってなったら、ちょっと脱ぎ履いたりしやすい靴、パンプスとかに変えても可愛いと思うし、床とかに座る時にやっぱりスカートだとちょっと気になるなっていう方は、デニムでもトップスを色味をこれくらい明るいものを持ってきてあげると、多分寂しくなくカジュアルすぎない感じに仕上がると思います。袖も結構ね、しっかり長さがあって、なんかとってもあったかいし可愛いんじゃないかなと思います。首もあったかいです。とにかくふわふわです。可愛い、可愛いなと思いました。2着目はこちらのニットです。可愛い、ボタンがかなりレディーな雰囲気を出してくれるので、下はカジュアルな感じでいいのかなと思いました。あとちょっとね、ここがボリューム袖になってるので、下もキュッと締めてあげると女性らしいラインが出るのかなと思います。これもモコモコで、ちょっとこう袖が短めになってるので、コートとかを脱いで例えばお食事とかする時も邪魔にならずに綺麗にご飯食べられるのかなと思います。ちょっとお家っていうよりはお外で女子会とかするときにいいかなと思います。3着目はジャケットとニットとスカートです。かなりミニ丈のちょっとバブリーな感じになりましたけれども、でもこのジャケットがすごい可愛いなと思って、これと同じ生地のスカートもあったんですけど、今回はちょっと強めでレザースカートにしました。結構足は寒いと思うので、しっかりタイツを履いてあったかくして、下はブーツにしております。これはでもまあ彼とかと一緒に、まあ、イルミネーションはちょっと寒いかもしれないけど、まあ、ドライブに行くとかデートするのもいいし、女友達でもあまり甘すぎない感じなので、大人でもクリスマスを楽しめるコーデになっているかなと思います。結構これしっかり肩パッドが入ってるんですけど、サイズ合わせて着てもらえばそんなにコンサバ感は出ないと思います。では今回はザラの購入品を紹介しました。可愛いアイテムがとっても豊作だったので、みんなもチェックしてみてください。コメントとチャンネル登録よろしくお願いします。またね。